どうも皆さん、おはこんばんちゃわ。大高実況の大ちゃんです。本日はゴリラハテナ、通称ゴリハテのサバイバーの基本性能について説明していきたいと思います。こちらのサバイバーとても分かりづらい能力なので、できるだけ細かく説明の方させていただきたいと思いますので、最後までご視聴の方よろしくお願いいたします。まずバナナゲージがマックスになることによって発動するスキル、それはバナナに変身することですね。そこら辺に落ちてるバナナのふりをして、バナナの目を盗むような動きができますね。そしてもう一つ能力がございまして、バナナを取った際にその場にバナナ型のスタントラップを設置することができます。本当取ったバナナがバナナ型のスタントラップになる、そんなイメージですね。なのでそのバナナを取ったゴリラさんはスタンをしてしまいますと。基本性能としては大体そんなもんですね。ただしこのバナナハテナちゃんじゃない、このゴリラハテナちゃん、ちょっと難しい能力がございますので、それもまた説明させていただきたいと思います。先ほどバナナを取った時にバナナ型のスタントラップを設置すると言いましたが、そのバナナトラップをゴリラ側が合計7本取ること、まあ7回スタンすることによってゴリハテちゃん巨大化します。はい、これは試合が終わる最後まで巨大化の能力は続きます。なので障害物をどん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 破壊して、小さい状態では取れないようなバナナなんかもどんどんバナナを取ることによってバナナゲージの回復、そしてバナナトラップをたくさん撒くことができるというすごく強い能力を持っております。はい。そしてこの巨大化してる時のみなんですけど、バナナゲージがマックスになった際に発動する能力が変わります。はい。どんな能力になるかというと、無敵ダッシュに変化します。はい。正直バナナに変化するのもすごく強い能力だと思うんですけど、無敵ダッシュまで使える、こんな攻守揃ったサバイバーはいないんじゃないでしょうかね。正直ノラでは絶対会いたくないゴリラですね。あ、ゴリラじゃないですねこれは。サバイバーややこしいんですよこれが。なのでゴリラハテナちゃんが小さい時はなるべくバナナをたくさん取るようにして、バナナトラップを撒くことが重要になってきます。そしてバナナ7本相手が取った時、巨大化した時に砲をどん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 取って、無敵化ダッシュも絡めながら干渉に近づいていく、そんなような動きになるとは思います。ただし用心深く秘宝を取らずバナナをいっぱい取る動きをしていると試合が長引きます。なので試合が長引くことによってゴリラ側の準備、まあバナナ15本取ってスキル3を解放させて、まあトラップなんかも撒いちゃって、いろんな準備が進んでしまうので、逆に自分が追い詰められてしまう、そんなようなことにもなってしまいます。なので秘宝を取るスピード、バナナを取る本数等、いろいろ考えなければいけないサバイバーにはなっていると思います。まあ僕個人の意見としては、秘宝も取りつつバナナもいつものサバイバー、他のサバイバーよりバナナを取るように意識して動くようにはしております。正直小さいままでもかなり強い能力かなと思います。バナナに変身することによって沼などに入るとかなり見づらくなります。まあ上級者の方はねわかるとは思いますけども、少し動いてるのがね見えますけども、かなり見づらい仕様となっております。沼の中に緑の草がございますけど、そこでうまくかわすような動きとかもできたらすごく強いかなと思っておりますね。はい。そして注意していただきたいことがいくつかございますね。バナナに変身してる時に皆さんに注意がございます。それはまずバナナに変身してる時、探知に引っかかりません。はい。探知から消えてしまいますので、自分の目でバナナの位置を確かめなければいけません。そして焼きゴリラを使ってる方、焼きバナナ、はい、こちらも反応がなくなります。なのでこちらもしっかりとバナナの位置を確認して、まあゴリラハテナちゃんの位置を確認していただければと思います。そしてカンニングのスキル、こちらの反応もなくなってしまいます。はい。なのでとても厄介なんですよね、変身っていうスキルは。しかも必ずバナナになる、これがまた厄介なんですよね。意外とここにバナナあったっけ、なんかここになかったっけって覚えてたり覚えてなかったりするので、僕はまだかなりね騙されちゃうこともあります。なのでしっかりとバナナの位置を覚えることが大事ですね。そんなゴリハテちゃんですけど、ホーミングジャンプはしっかりと反応しますのでご安心ください。しっかりと捕捉します、バナナ状態でもね。バナナ化のデメリットもございますね。それがこちらの駆けつけのスキルですね。はい。この駆けつけのスキルなんですけど、サバイバーとの距離が
近ければ近いほど足が遅くなり、遠ければ遠いほど足が速くなるというスキルなんですけど、バナナ変身することによってサバイバーがマップからいなくなります。つまりは常に最高速度になります。はい、これがめちゃめちゃ爽快感ありますね。ゴリラハテナちゃんバナナトラップを撒くので、トラップ無効化のゴリラが強い、まあそ、まあ、強いんですけどね、実際強いんですけど、こちらの駆けつけのスキルの方がかなり相性が悪いのじゃないのかと僕は思っております。サメより早くね追われるんですが、もう恐怖でしかないですよねこれ。なのでゴリハテちゃんはね、うまいことバナナを取りつつ、その素早い動きの敵ゴリラを近づけないようにするのが大事かなと思います。そしてトラップ無効化を持ってるサボテンちゃんやネグセゴリラちゃんに対しては、バナナトラップを取られることによって無敵化なんかされちゃったりすることもあるので、あえてバナナを取らないような動きなんかも必要になってくるのかなと思います。そして以前にも紹介したんですけど、こちらのゴリラハテナちゃん、巨大化する前の小さい時でも巨大化のアイテムを使うことによって無敵化ができます。はい、これは以前にも小技として紹介しましたけど、またご紹介の方させていただきました。結構この巨大化アイテムの奇襲がね、わりかしゴリラちゃんの強をつくことができるので、わりかしおすすめですね。だけど私のおすすめとしては、完勝を目指すならバナナ缶、逃げ切りを目標とするならランダムジャンプなんかがおすすめかなと思います。まあ言わずもがな、バナナ缶を使って巨大化してる最中にうまいことねバナナ缶にすることによって無敵ダッシュをねポーンと出せたりもするので、最後の飛行の周りにバナナがなくてもね、バナナ缶を使うことによって無敵がダッシュを使って突破するような、そんな動きもできるかなと思います。そしてランダムジャンプは言わずもがな、追い詰められてもランダムジャンプをすることによってまた仕切り直すことができる。まあね、遠くに飛べればの話なんですけど。ゴリラハテナちゃんを使う上で最も重要なことは、どれだけ早く巨大化することができるかが僕は重要だと思っております。なのでバナナを回収することを皆さんお忘れなく。しかし秘宝をあまりにも取らないとゴリラの準備が進んでしまうので、逆に追い詰められてしまうかもしれないので、皆さんそこら辺の差し引きは自分の感覚で探してみてはいかがでしょうか。ではまたお会いしましょう。じゃあの。